超新代表が、ゴー君と。まあ、龍崎ゴー。ゴーさんが、クラブトリプル A の代表取締役になりました、龍崎ゴーです。バレー男っぽい印象ですかね、イメージが。やっぱりこう、なんつうんだろう。男っぽいし、こう熱がある感じがしますね。たまに、たまたまこう、じゃあ、ゴー君がちょっと撮影があって、この遅い時間帯にヘアメイクでこの前会ったんですけど、いきなりすごい熱い話してくるんですよ。はい、あのプレッシャーとかいろいろこう考えすぎちゃう部分ももしかしたらあるかもしれないけど、まあやっぱり従業員と接した時にやっぱり愛情あれば、怒る時も褒める時にも、愛情あれば多分うまくいくと思うんで、すごい愛情を持ってる人だから、あの今まで通り接してあげればいいお店になるんだなっていう、いい代表になれるんじゃないかなって僕は思います。はい、だから頑張ってほしいです。谷垣とあさんの撮影をきっかけに郷さんの絡みがあって、まあ、バリバリこう、まあ、見た目的にもやっぱりこうね、まあ、綺麗な顔をしてムキムキみたいな、中身はこう、何ですかね、優しくてこうめっちゃ絡んでくれる、まあ、そのギャップがやっぱりまあみんなが郷さんを好んでる、まあ、郷さんがやっぱ惹かれてる理由かなと思いました。郷さんがね、代表となって新しく新生リーグ、はい、その営業スタイルね始まってからやっぱりもっともっと盛り上がっていくと思うんで、はい、やっぱり限界がないかなと思うんで、はい、僕も週2で遊びに行きたいと思うんで、はい、郷さん代表と間違いないと思うんで頑張ってください。ファイツ。そうですね、ちょうど、まあ、7年ぐらい前から、はい、の付き合いですね。退任の日が、もう本当同じ日に最高の代表になると思います。もう本当になんか自分の中でも、まあ、ゴーが代表だったなってもう常に思いながら一緒にいたんで、こんなゴーみたいな男がやっぱ代表になってくれるって、まあもちろん本当に、まあ、店舗は違うんですけど、トリプル A の従業員のみんなは幸せだなって思いますね。ゴーとはちょうど7年前ですね、お互いペーペーの頃から一緒にやってきて、やっぱ移籍するやつとかもいるけど、うん、俺らはずっとトリプル A 一筋一緒に頑張ってきた、いろんなことを乗り越えてきた仲間であり、うん、だからあうんの呼吸じゃないけど、そのお互い分かるし分かってあげれるかなっていう、そんな間柄かな。やっぱ代表になったからにはその店をまとめるのが大事だと思って、その、ね、売り上げ上がったり下がったりいっぱいあるし、自分もプレイヤーでやってる中であると思うんですけど、その上がってるやつも下がってるやつも全てを丸め込んで自分についていかせるっていう一番難しいところを、そうですね、期待してますね。その次にやっぱ人集め、ここの従業員めちゃめちゃ増やして、やっぱ2部といったら、歌舞伎町2部といったらトリプル A っていうのを目指して、うん、みんなが潤うように、そんなお店作りをしていってもらいたいなと思います。まあ、ゴーの新代表は、ものすごく、まあ、従業員思いというか、まあ、遊びもそうですけど、やっぱもう、従業員誘われたら、もう絶対断らない。下の子絶対連れてく、まあ、そういう、なんていうかもうみんなを巻き込んでこう楽しい雰囲気に持っていくような、まあ、そういう、まあ、人間なんで、やっぱりちょっと代表がね変わるってすごい大きいでようだと思うんですけど、まあ、すごい自然にこうだったら、まあ、従業員もしっかりこう不満なくついていって行ってくれるのかなっていうのがまず一つあったんで、まあ、ゴーだったら、まあ、従業員しっかりまとめてくれるなと思ったんで、
まあ、そこはやっぱり大きい理由ではあります。全てに対してすごい期待しています。やっぱりそのゴーと僕はタイプが違うんで、やっぱり、ね、僕にできなかったこといっぱいできると思うんで、そういう部分でやっぱり期待はしていますね。クラブトリプル A の代表取締役になりました龍崎豪です。自分が、代表に、なったんですけども、入店7年になるんですけど、官房差から、いきなりやっぱり代表取締役っていうのはエアグループでも、いや、まあ、ホスト業界でも多分おそらくない形だとは思うんですけど、もちろんそれに対して自分も返事は簡単ではなかったですし、すごく腹くくってる、形ではあるので、クラブトリプル A、 そしてエアグループの名をさらに自分も広めることに貢献したいと思うので、ぜひそういう貢献したい仲間がいればもちろん一緒に挑戦したいですし、さらに、僕のこれから作るクラブトリプル A、 そしてみんなが上風とは支配人、そして望月大地支配人、一ノ瀬純支配人がメインとなるこのクラブトリプル A2 部日の出営業のこのクラブトリプル A にぜひ期待してください。新しくクラブ基調にまた2部の風を吹かしますんで、ぜひ見ててください。よろしくお願いします。まあ、ご自身が作りたい店、過去にやっぱ負けないお店、